状態線移表は、状態機械類を縦横の表にすることで、状態機械を記述したものである。スカレントはその機械の現在の状態、E はイベント、A はアクション、スネックスドはその機械の次の状態である。状態線移図も状態機械の記述であるが、それぞれに利点と欠点とあるので、適宜使い分けられている。状態線移表は一般に二次元の表である。 二種類の代表的な形式が存在する。例として、マシン M の状態遷移表と状態遷移図を示す。想定されるすべての入力が表のカラムに列挙されている。想定されるすべての状態は行に列挙されている。上記の状態遷移表を見れば、マシンが9例の状態の時1が入力されると、マシンは9例状態になる。例が入力されると、 9-1状態になることが2番目のカラムを見ればわかる。状態遷移図では、9-0から9-1への矢印に0が復帰されているのがそれを表している。非決定性有限オートマトンの場合、ある入力によって遷移する先として、複数の状態があり得る。これを状態遷移表で表すときは、括弧で囲んで可能性のある全ての状態を列挙する。以下はその例である。 この非決定性マシンでは S1 状態で例が入力された S とき S2 と S3 という2つの状態を取り得る。最後のカラムは特殊な文字イプシロンが入力されたときの繊維を示している。これは実は入力がないときの n f の状態繊維を意味している。この n f は S3 状態では入力文字を受け付けることなく S1 に繊維する可能性がある。 以上のような場合があるため、この有限オートマトンは、非決定性であると言える。状態遷移表から状態遷移図を描くことができる。その簡単な手順は、以下のようになる。表に出てくる状態に対応した円を描く。各状態について、対応する項を見て、遷移先の状態への矢印を描く。そのオートマトンがエネフェの場合、 一種類の入力で複数の矢印が存在する場合がある。一つの状態を開始状態とする。開始状態は正式なオートマトンの定義では必須である。一つ以上の状態を需要状態とする。需要状態も正式なオートマトンの定義では必須である。一連の入力が与えられた時に最後にそのオートマトンがたどり着いた状態が需要状態なら、 その入力を受容したと判断でき、受容状態でない状態にたどり着いたときは、その入力文字列を受容しなかったと判断される。ありがとうございます。